クロスエクスチェンジが暗号資産初の TOB を実施します。こんにちは、アンゴロです。ついに暗号資産で TOB か。今回はクロスエクスチェンジの TOB を検証します。まずはクロスエクスチェンジについておさらいします。クロスエクスチェンジはアゼルバイジャンにある取引所です。アゼルバイジャンはここです。ドン。イランの北、遠いな。クロスエクスチェンジの特徴は、取引手数料と同じ金額の取引所トークンがもらえることです。これを取引マイニングと言います。取引でコインをマイニングするから取引マイニング。取引所トークンの名前はゼックス。取引手数料は 0.1%。 例えば100万円分のビットコインを買ったら、取引手数料として1000円分のビットコインが引かれ、後で1000円分のゼックスが口座に入金されます。つまり入金されたゼックスをすぐ売れば取引手数料が実質無料です。さらにゼックスをロックして売れなくすることで還元率が増えるプランが用意されています。ドン。90日間ロックの還元率は 130%。 例えば取引手数料に1000円を取られたら1300円のゼックスがもらえます。さらにゼックス保有者には取引の収益が分配されます。ドン。90日間ロックの配当率は 80%。 例えば取引所の収益が1億円分のビットコインで、全部でちょうど1万人のユーザーがゼックスを同じ枚数ずつ保有していたとします。1億円を1万人で割ると1万円。90日間ロックの人は1万円の 80% なので8000円分のビットコインがもらえます。このようにクロスエクスチェンジはトレードでゼックスを貯めて、ゼックスの保有枚数に応じた取引所の収益を分配してもらうのが特徴です。以上がクロスエクスチェンジのおさらいです。ゼックスの価格が暴落しなければトレーダーには嬉しい取引所ですが、2019年7月から価格が大きく下がっています。これはゼックスの冷やし跡です。2018年11月の上場初値は 0.04 ドル。2019年5月に最高値の 0.182 ドルをつけました。その後価格を下げて7月に上場初値と同じ 0.04 ドルまで一時下落。イベントなどの運営の対策によって価格を戻そうとするも高値を切り下げながら下落が続き、10月3日に最安値の 0.0149 ドルをつけました。現在価格は 0.032 ドル。このまま下落が続くのかと心配されていますが、10月10日にこれが発表されました。ドーン。重要、世界初仮想通貨の TOB を実施いたします。 TOB とはですね、公開買い付けのことです。公開買い付けは指定した価格で買うことをアナウンスして売ってくれる人を募集することを言います。株の場合はTOB をして株の保有率を上げて他の会社を子会社にするのが目的のことが多いです。市場で株を買い集めない理由は、市場の売り注文が少ないと予算以上の高い価格で買う羽目になるからです。一方 TOB なら予算通りの価格と枚数で買えます。例えば現在価格が1000円の株を1300円で500万株買いますみたいなアナウンスをします。すると投資家は市場で買って TOB に申し込めばノーリスクで稼げるので、市場の価格が1300円まで上がります。以上が株で TOB をした時の特徴です。そして今回クロスエクスチェンジは暗号資産初の TOB をします。ちなみに過去に暗号資産で TOB をしようとしたプロジェクトは実はあって、ミンドルがアブダビの謎の巨大ファンドと提携して市場価格の10倍以上の価格で TOB をすると発表しましたが、暗号資産の暴落を理由に中止になりました。クロスエクスチェンジの TOB の目的は、ゼックスの価格を向上させるです。買い付け価格はこれです。ドーン。1ゼックスイコール 0.1USDT。ゼックスの現在価格が 0.032 ドルのところを 0.1 ドルで買い付けます。3倍。 TOB に申し込むには条件があって、90日間ロックのプランにし、募集が始まってから取引マイニングで手に入れた ZEX の枚数を申し込めます。
例えばトレードで1万枚のゼックスを手に入れたら1万枚のゼックスを TOB に申し込めます。ただし申し込めるのはロックされていないゼックスです。90日間ロックのマイニングで手に入れたゼックスはロックされているので申し込みに使えません。なので保有しているゼックスか取引所でゼックスを買って申し込む必要があります。注意点はこれです。ドン。 TOB に申し込みできるゼックス数イコール TOB 発表後にマイニング90で採掘されたゼックス数引く TOB 発表後のゼックス売却数かける 1.4。 つまり保有しているゼックスを売ると TOB に申し込める枚数が減るということです。以上が注意点です。ゼックスの現在価格は 0.032 ドルなので、たくさんマイニングをした後にゼックスを買って売るだけで3倍の利益になる超美味しい案件です。しかし、投資を検討するときは利益にとらわれずにネガティブ面を確かめることが大切です。では、ネガティブを考察します。TOB 実施の資金はこれです。ドン。100万ドルプラス月末までに取得したファンド資金。月末までにファンドの資金がどれだけ増えるのかはわかりませんが、仮に配当の 20% がファンド資金に貯まると仮定して考えます。これは現在公式サイトで見れる1日ごとの配当金です。TOB が発表された10月10日の配当金は7万8000ドル。20% にすると15,600ドル。15,000ドルが月末まで20日間継続したとすると約30万ドル。よって TOB を実施するための原資は100万ドルプラス30万ドルイコール130万ドル。計算しやすくするために150万ドルとします。150万ドルで1枚 0.1 ドルのゼックスを何枚買えるのかを計算すると1500万枚。次に申し込まれるゼックスの枚数を見積もります。10月の1日あたりのマイニング枚数はおおむね200万枚前後で、今日の朝の表示を見たときは442万枚と表示されていました。このすべてが90日間ロックのマイニングとは限りませんが、 TOB に人気が出たら900日間ロックの1日のマイニング量は400万枚はいくと考えられます。TOB の申し込み終了日は11月8日なので、10月10日からの日数は29日間。よって、TOB に申し込まれるゼックスの枚数は、400万枚 ×29 日イコール1億1600万枚。TOB で買い取るのは1500万枚なので、1億枚が売れ残ることになります。買い取れなかったゼックスについては、こう記載されています。ドン。買い付け資金を上回る TOB 申し込みがあった場合は、申し込み数に応じて均等割が行われ、申し込みユーザーごとに TOB による買取枚数が決定します。申し込みゼックス数量のうち TOB で買い付けされなかった分は90日ロック付きでお客様のウォレットに返却されます。その際には数量の 30% 分の永久ロックゼックスが付与されます。つまり先着順ではないので1枚も売れないということはありませんが、申し込みが殺到した場合買い取ってもらえる枚数が大幅に少なくなる可能性があります。例えば1000万枚分の買い付け資金に対して1億万枚の申し込みがあった場合、1人当たり10分の1しか買い取ってもらえません。さらに買い取ってもらえなかったゼックスは90日ロックされて返却されます。ロックなしのゼックスがロックされて返ってきた。ただし、今回の計算は概算に過ぎないのと、TOB の申し込みが殺到しなかったら全部買い取ってもらえることも期待できます。なので、マイニング量やファンドの資金からできるだけ正確な値を導き出して参加を検討してはどうでしょう。株の TOB では現在値が買い付け価格に貼り付けますが、ZEX は買い付け価格 0.1 ドルに対して現在は 0.029 ドルなので、今のところ市場の反応は大きくありません。今後どこまで伸びるかチェックです。以上、クロスエクスチェンジが暗号資産初の TOB を実施したでした。また次回お会いしましょう。